スノーマン目黒連、今年の夏は、ライブ終わりにアイスティー飲みたい、午後の紅茶、新 CM 出演。スノーマンの目黒連と俳優の中条あやみが出演する、午後の紅茶夏が香るアイスティーの新 CM が6日より全国で放送開始することが5日、分かった。目黒が出演する、夏の午後が長いわけ編では、冷たいアイスティーを飲んで涼みながら、友人とまったりした時を過ごす。白い砂中にある小さな海の家で、高校時代のサッカー部の帰り道に、友人とワイワイ帰宅する様子を目に浮かべ、あの夏の午後を思い出す。中条が出演する、あの夏の午後編では、アイスティーを飲みながら、もし一日だけ人生のどこかに戻れるとしたら、あの夏の午後が良い、と、高校時代の友人との懐かしい日々を思い出す。また、CM に使用されている楽曲、シンクオブサマーは本 CM のために山下達郎が書き下ろした楽曲で、軽快かつ清涼感を感じさせる、山下の夏のポップソングとなっている。